俺と巨人の143日物語4回目は中日ドラゴンズ戦やっていくぞ。まずは1戦目は4月9日のゲーム。こちらは桜井と小笠原の投げ合いが予定されてますね。相手が左ピッチャーということもあるので、うちは今日対左オーダーでこのようになってます。まあ入れ替えは特にないですね。このまんま戦っていきましょう。でこれ名古屋ドームでの戦いなんだよね。広い広いフェンスも高い高い。ここだとホームラン打つことは難しいですからね。まあこのシリーズそんなホームラン打ててないですけどね。ここまでビアヌエーバが2本、坂本1本でチームでは3本しか打てていない。そんなチームが首位に立ってんだから恐ろしいことだよね。野球はホームラン打つだけが全てじゃないですから、まあ、特にここではそのホームランというのは出会いにくい球場なので、まあ、勝つのであれば少ない得点を守って勝つしかないんじゃない。あんま大味な野球とはちょっと違うけど、まあ、そういう野球もあってもいいでしょ。まあ、何今季初対決ですからね。中日は現在3位という順位ですけども、どうせ気がつけば5位や6位、その辺に転がってるチームですから、こういうチームコンペナントを直接対決でね、負けて借金を抱えていると優勝なんて絶対にできないからね。優勝するためにはたくさんの勝利を稼がせていただこう。さあこの小笠原、今季ね初登板でいきなり完封勝利を挙げてるんですよね。そんな男が巨人の前に立ち塞がってきた。いやもちろん打つだけ、打たなきゃ先進めないからね。1番4割1分5厘の吉川直樹、もう怪我せずそれでいて実力を、いや実力以上のパフォーマンスをフルで発揮してる吉川がいるからね、それは負けへんわな。ホームラン出ずともね、こんな1番がおるのであれば、まあ、これからもこんな1番と共に野球をしていって多く勝利を積み重ねていくけどね。これはどうだ。セカンドを守るは溝脇という謎の選手。ちょっと能力を確認したい。いつもならね、いつもならというか普通阿部俊樹が今季は守ってるんですけど、阿部に関しては三塁手についてるんだね。まあ、この選手はいろんなポジション守れますからおかしくはないが、じゃあ溝脇君、君はこれプロ7年目の24歳ですね。メインポジは三塁手なんだ、登録はね。でここまで9試合に出場して打率3割4分4厘、1ホーマー6打点となかなかいいじゃないですか。誰やねんお前とバカにしてやろうと思ってたんですけどね、バカにできるような選手ではないな。まあしかし能力的にはね、そんな大したことなかったでしょ今ね。だから打ってるのは少ない試合数だからですよ。結局野球というスポーツ、実力がなければね数字は収束していく。今は3割超えのバッターかもしれんが、気がつけば1割2割前半になってるでしょうね。そもそもフルで出られるかどうかは分からんわ。おっと小笠原くん、制球が乱れてる。これはじっと時が過ぎるのを待つだけでいいんじゃないか。コントローラー置いとこう。はい、フォアボール。何もしなくてよかったね。坂本出塁。でもね、坂本で盗塁はしません。盗塁系の特殊能力持ってねえんだ。どっちかといえば苦手な選手ですからね。だからそこはやらずに丸で堅実につなぐこと。4割4分7厘の丸でね。ちなみにこの打率というのは現在セリーグ首位打者ですから、ただ残念なのはまだ今季の第1号を丸で打ててないこと。昨年39本だっけ、あれだけ打った丸を期待してるんですよ巨人ファンは。あの丸が見たい。いや、あの丸を見せたいので、どうだこれは。詰まってホームランで笑いが落ちた。で、坂本足が速いから一気に三塁に進塁。あの丸を呼び起こすことっていうのはね、なかなかできてないですけど、まあこのように打率がついてきてるんだから、まあいいか。4割な丸もまあ魅力的だよ。そっちの方がいいかもしれないね。で4番に入るは岡本和真。最近ようやくこの岡本を使って打て始めてきましたね。開幕から数試合は打ててなかったんですけど、なんで今の1球見送るかな。なんでそれ振りに行くかな。順番逆、見事に当てて、これはまあ1点は入るでしょうね。最低限という形、いいんですよ名古屋ドームの野球ですからね。中日ファンよく知ってるでしょこの野球ね。俺たちも今日その真似するから、で勝つの俺たちだから、落ち合い野球で勝とう。見てるやつは楽しくないかもしれないが、勝つことが最大のファンサービスなんだからね。勝たないと面白くない。でチーム最多本塁打のビアヌエバの打席、まあ、ビアヌエバとかこの辺は狙っていきましょう。そのために5番6番に置いてるんでね。はい、しかし三振。まあ小笠原の投げる球はキレキレだ。次の得点はおそらく取るのはまた同じような形になるでしょうね。つないでコツンと当てて、でそれで取る。何もいいわ、勝てればね。で溝脇という選手が今日1番に入ってますからね。でその下に福田。何、中日2番最強バッター置くのやってんの。まあ最強ってほどではない、いや最強か、対巨人キラーついてるんじゃないのこのプロスピでも。
リアルでも巨人からバリバリボリボリに打ちまくってる選手ですからね。まあ、桜井を使ってこのシリーズは初登板初勝利というものを挙げれましたが、今日それ挙げれるかどうかわからんな。前登板した時と難易度はまるっきり変わってますからね。かなり強くなってますよこれ。ですから今日が本当の意味でのなんていうのかな、登板初登板というかね。前は難易度を助けられての三振とかも多かったからね。今日はどうなるか。1番溝脇は32打数の11安打それでいて二塁手なんだからね。能力はでもないからやっぱりどこかで収束するんだろうけどね。まず1球甘い、あい抜ける、あーでライトオーバー。なんでそうなんの、これスリーベースあるだろお前、はい投げろ。あーセカンドでストップした。はあすごい打球スピードだね君、パワー F でしょ、ミート F でしょ。嘘ついてるね、ペラッと剥がせるミート F、 パワー F やね。剥がしたら SS やわ、なんやねんそれ。でここで巨人キラーな福田、トラウマですね巨人ファンからしたら。ほんで打ってる、この 1,2 番どっちも3割バッターかい。これも甘い、これも抜けてく、2本のヒットで同点。いや全部失投になってるからそら打たれるよね。はーいやーい、こっちはつないでつないで地味に取った得点。相手はさ、つないでの意味が違うね。同じつなぎ方でも中身が違う。ヒットでつないでる。お前たちが俺たちが取ったみたいな点の取り方するんじゃないの？中日さんがね。で俺たちがお前らが取ったみたいな点の取り方するのであればそれ正解なんですけど。見事逆ですね。逆化しないで。いきなり知ってんじゃねえか。ああ、これはね、一球でね、今日は、炭谷。はい、掴んだ、アウト。もったいなかったね。いやいや、投げてる球が悪いんですよ、結局は。原因はそこにあった。投げてる球が良ければ打たれるはずはなかったからね。これもおい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 。でも今のもね、考えてみてください。大島にしろ、ビシエドにしろ、全員初球打ち。まあ、その前のバッターもね。だから甘く初球入っていたら、今のも打たれてたんですよね。4連打ってなって、3点、4点許してたんじゃないですか。阿部俊樹、今季ブレイクのヒゲの人、打率は3割3分3厘もまだ本塁打と打点はないらしい。あっ、どうしたんだろうね、ちょっとこういう球がすごく今日は目立つ。タイミング合ってないな、リリースのポイントが。あったり合わなかったり、忙しいね、ずっと合っとけ、二択でいいわ。ずっと合うかずっと合わないか、中途半端あってほしくないね。ここはこの辺のチェンジアップ抜いて、はい三振。前のバッター2人には簡単に打たれて、その後の3人は簡単に抑えるというね。テーマは今日簡単ってこと？ダメだよ、この先簡単に抑えるのであればそれはいいけどね、簡単に打たれちゃ嫌よ。そして今シーズンまだ本塁打のないゲレーロから始まる2回、取られたらじゃあすぐこっちも取り返しょ、簡単にやられたように簡単に取ってやる。ここでゲレーロはね、2017年本塁打王のタイトルを取った。しかし巨人に来てからなんだお前、全然活躍してない、かつての姿を思い出せ、そのために取ったのね。期待外れな活躍をリアルでもしてる。このゲームでは違うと言いたいんですけど、回るな。なんで回った、意味がわからん。いや小笠原の球速いし打ちづらいな、変化球のキレもあるし。これは三塁線、阿部俊樹さんが取って、はい謎のひげの人、完璧な送球だね。で炭谷さん、出た出た、炭谷のルーティーン回すね。打ってますからね、2割8分6厘と。ここも炭谷で、あでも次ピッチャーですからね、打つならド派手な一撃。名古屋ドームでの戦いはこれが初めてですけど、その初の戦いの初のホームランは炭谷で打っていけば少しネタにはなるかなと思ってたんですけどね、打てないから何のネタにもならへんわ。2回タンパクに終了だね、いいでしょいいでしょ、もう今日はこういうテンポで行くよ。2試合プレイする予定なのでね、早く行かないと、ちょっと遅いな。すぐストライク投げて、まあ、まだこの難易度だとね、基本ストライク先行でいいですよ。難易度が上がるにつれてボール球っていうのもね、投げていかないと簡単に痛打されますけど、まだそこまででもないかな、お任せ。ほらストライク投げておけば安全。ほほー、今日2個目、前回登板確か2桁奪三振を奪った上にプロ初完封だったかな、プロ初完封初勝利というね、すごい快挙ですよ。
今日も何か記録を作りたいな。いきなり失点はしてしまったけどね。はい、3球三振。おほほ、打つ意思なし。打ちに来い、攻めて。どうなのそれ、プロ野球選手としてね。何を待っていたんだ。おお、でキャッチャー加藤も意外に打ってますね。3割2分1厘。あと意外に打ってるってやつがたくさんいる中日、まあ、だからこそ3位なんでしょうね。まあ、3位って言っても貯金1つしか作れてないですからね。どうせ収束しちまっていつものようにチームの順位も収束するのは目に見えてるんですけど、まあ、いいんじゃない。中日ファンとしては楽しめる季節はここくらいだと思いますのでね。チームが A クラスに入れる可能性があるのであれば、4月以降全く入れないチーム、争いがないチームですからね。だから今を楽しみなさい、中日ファン。巨人ファンはいつでも楽しめるけどね、いつテレビつけても、いつ試合を見ても、そう優勝争いできる力はもうこの2019年のペナント持ってますし、まあ、この前行けばダントツの優勝ですからね。中日ファンはここだけなのでね、今日は中日ファンを楽しませてあげたいな。おい、強い打球はセンター大島だ。これおるから、あ、ほんで、そうだね、気がつけばあれだ、平田もいねえじゃん。今更すぎるけど、平田がなぜいない。ライトは遠藤という選手になってますね。高橋周平もいないしね。いろいろとなんか怪我人が出てるってことか。確かね、平田に関してはデフォルトで今2軍登録されてる選手なんですよね、このプロスピでは。その影響もあるんじゃないかな。なんで怪我もしてないのを1軍に上げないのか謎ですけどね。まあその辺は CPU なんで人の感情を持ってないからだろうね。さあ、丸吉弘の得点圏。いや、ただ打ってるだけじゃないですよ。得点圏でも12打数の6安打。打率5割といいからね。通常の打率も4割6分2厘とここまで来てる。さあ、また丸でタイムリー打てるか。打てる球はここまでないが、次は来ると信じてる。来たー、どうだー、ガー、また大島だ。もう本当に中日戦はこれがあるからやだね。球場もやだけど、センター大島の守備よ、動きもいいしな。まあ、今のはもう打った瞬間アウトになることが約束されてたわな。どのセンターでも取るだろうけど、まあ、でも大島によってこれからもたくさんのそのいい打球が取られてアウトになるってことは増えると思いますよ。嫌なことにね、すごく嫌なこと。まあ、引きずらねえ、取れなかったもん、ぐちぐち入っても仕方がないから、このイニング集中していこう。また1番バッター回るとこですからね。あの流れでやられたんだ。小笠原くんの粘りはいらない。ネバネバすんな、さっさと終われ。おっと、すごい粘り気だね君ね。ネバネバ、ネチャネチャ、くちゃくちゃしてる。気持ち悪いよおめえ。あー、で最終的にヒットまで打たれた。これ大変ですからね。なんでやねん、そんな当てる技術ないやん。能力、説得力がないな。お前にしろ、溝脇にしろ。これもね、何投げよう。じゃあここまで1球も投げてない。スプリット、もちろんストライクゾーンね。あら、決まらない。じゃあもう1球ストレート行ってみようかな。スピードで押していけ。こんなところに時間かけないで。はい、三振。鼻からこうしておけばよかったか。鬱陶しい粘り気でしたね。これで5奪三振も。ピッチャーにこんな時間かけてちゃね、長いイニング投げることは難しいんで、少し考えていかないと。さあ、ここから2巡目です。1打席目は簡単にツーベースを打たれてしまった。で、今この溝脇の打率は3割6分4厘。高いっすね。いいんじゃない、多分人生絶頂期だよこれ。これ以上のなんていうのかな、輝きを放つ時期は多分君の野球人生でないと思うな。だから今を楽しめ、中日ファンと共に今だけを楽しめ。後先考えるな。挨拶、ほうほう、まあ、こんなもんですよ。しっかりと投げておけば。6奪三振、桜井が三振を取るピッチャーとなっている。ここまでアウト、8個奪ってきてんのかな。8個中6個が三振ですからね。ここはピッチャーゴロで、はい、アウト。9個奪ってそのうち6個。すごいな、最多奪三振のタイトルはこのままいけば桜井が取りそうやな。いいんじゃない、そういう世界作るのもね。いつも通り菅野が沢村賞を取るっていうのはもうこのね、プロスピにしろパワープロにしろもうおなじみな光景ですから、なんかそれじゃつまんないな。どうせなんかタイトル取るんだったら通常ありえない選手が取るみたいなね、そんなんしたい。うわー、強打の守備範囲、絶対抜けるやろそこ。なぜ抜けない、守備がいいから。守備のいい倉本ですからね。それ倉本ちゃうな、それただの兄弟や。倉本を例える必要はなかった、申し訳ない。
いいな守備、まあ、こっちの坂本もいいんですけどね。どうだろうか、現時点では坂本以上の守備力かな、このゲームでは。これも強打か、阿部だ。あ、でも送球はそれで、あい、やらかした。素直に強打に任せておけばそうならなかったのね、ヒゲの人。それって言われてるよ、そのヒゲ活躍できないと。ありがたいね、こういうチャンスを作れた。この助っ人コンビの並びで、やりたいのに、何フルスン気使ってんの。もう2年前やで、ね、お前がここに在籍しとった。こっちに気使え。まだゲレーロの今季第1号は出ないな。ゲレーロ限らずね、特定の人物でしか打ててないんだから。大きく狙う必要はないな、もう。おい、強い打球も、ファールじゃ意味がねえ。詰まって詰まって落ちるやつじゃない、水脇くん。ポロリはないのね。 OK、 分かった、ならばいい。この回も得点は取れず、まあ、ヒット自体も2本しか出てないからね。せっかく相手のエラーという形に出塁できたのに、やっぱこういう戦いになるよな。互いに初回は1点取ったけど、その後ゼロが並ぶ名古屋ドームあるあるやね。やっぱ次に入った得点、それがどっちに入るかは分かんないけど、その得点が入った方が今日勝つんじゃないですかね、試合展開的には。まあ何が起こるか分かんないのが野球ですから、決めつけは良くないな。抜けてく、おい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 、ライトゴロは絶対に大島だから無理だよな。やだね、ここまで2個の木とのをして2個の成功、これ足を警戒していかないとね。住谷桜井バッテリーで、その前に打席に入るのがビシエドですから、そこも警戒しとかんと。まず1球大きく外そうか。1球外して動きはない、もう1球外そう、動きはない。大抵この流れできますから、まあ、ただ動きはない。これもちょっと1球入れておかないとね、ストレート。ここで走ってくる住谷はさせない。小林ならどうだろう。いや、今のは単純に大島がうまかった。誰ならとか言うたられば意味ない。いや、もうこのスタート切られた時点で誰もさせんよ。させるとすれば城島とか古田とか、あの辺の歴代最強クラスの肩力を持った選手だけじゃないかな。これは落ちないよ、大丈夫、安心だ。一つは取った、こっから5、6を抑えて、あい、これも1球打ってくれる。なんて心優しきヒゲの人。中日ファンから見たら悪魔なヒゲですけどね、こっちから見たらもう天使なヒゲ、天使なのにヒゲ生えてるというね。京田さん、これは坂本さんがいる。守備うめえのお前だけじゃねえから、こっちもおるから、よかった。もう一番ヒヤリとする打球だね、これはね。4回0で5回と、結構ハイペースで来てますな。そして打ち損じー、おーっと、どうだ。いやいやいや、あのサードとショートが今もたついてた相手に内野なならへんかな、住谷さんね。ほんとこのチームにはね、二足歩行動物とは思えないほど足がとろくさい選手が多すぎる。プロ云々よりも本当に二足歩行で毎日生きてると疑問に思いたくなるというか、疑問を問いかけたくなるね。生きてますかと。生きてたらそんな遅いはずがないんですけどね。今のはもう内野安打で絶対出塁しないとダメなところ。足って大切やな、なんかもっと足があるチームでやりたいな野球を。いや、そういうチームを俺が作ればいいんですよね、言ったでしょ。まあ、ここまでね、実況4、3回このシリーズをやってきてますけど、たくさんの、視聴者の皆様からの補強面に関してのアドバイスとかもいただいておりますけど、まあ、そういうアドバイスを聞いてですね、参考にさせていただき、ちょっとね、足の速い選手を取って、そういうスピードスターチームを作るっていうのもいいんじゃないですか。一発で取る野球が確かに大味だが、飽きてくるよ。飽きてくるし、やっぱこういう不満も出てくるからね。だから足がある選手だとそういう不満がなくなる。まあ、ホームラン打てなくなったら、それはそれでまた不満になるんだろうとね。いや、何でもできる選手が欲しいな、もうイチローみたいな選手。打っても一流、守っても一流、走っても一流。野球選手の理想ってやっぱそれですからな。ホームラン打つだけのやつとかね、足速いだけのやつとか、なんか当てるのうまいだけのやつとか、そんなのはいらへん。もうイチローが9人いれば野球は勝てる。メジャーでもプロ野球でもね。それでリーグ優勝や、投手イチローでもいけますよ。
だって全盛期は最速150キロのストレートとか投げてたんじゃないですか。でメジャーで登板した時は変化球も投げてましたからね。やろうと思えば投手一郎って本格的にできたかもしれないね。全盛期ならばね、天候もいけたかもしれない。一郎が9人いてくれたらな、すごい贅沢だよ贅沢な話、一人でも贅沢なの。やめろ意味のない贅沢な話は、今に集中しろ。5回のマウンドだ。おー、あーでも大丈夫だね。まあまだこれが超えてくれてないからね、難易度は上がってはいるんですから、これがね最高難易度スプリッツだと超え始めるんですけど。でさっき粘られた小笠原、あの粘りもあってかちょっとスタミナもね、元のスタミナがまず桜井は多くないからね、ああいう粘り方をされると時間がかかってスタミナも消費して今後投げれなくなる。ああこうやってもうシンプルに抑えるべきでしたね。オーケー。さあ若干塩試合化してますけどもね、5回まで互いに1対1、試合は終盤戦。さあこっからどうなるか、いや知らん知らんけど、俺としては勝てるようにチームを導いていくよ。小笠原相手に何にもできてないですね、ほんと1点取れたのは奇跡ですよあれねいいピッチャーやわ、いいピッチャーやけど、いいピッチャーやなーって褒めたたえる時間ではないから。これまた坂本でフォアボールの流れでね行きたいよね。結構やっぱ制球は結構アバウトな気がするんですけどね、俺がそれを早打ちしてるからフォアボールも少ないんですよ。もうちょっと見よう。わー、見る球、打ちに行く球間違えてるよ、選別を。打たなくていい球打ちに行ってね、ああいう真ん中に来る球見逃しがちなんだよね。はい、でもこれはヒットになる。さあ1回と同じ流れですよ、坂本出塁からの丸、カラーの丸やからね。これ盗塁はやっぱりやめときましょう、もうこういう貴重なチャンスを潰したくはない。なんか失敗する前提で喋ってますけどね、成功する自信がないんですよ坂本を使って。ならやめる、丸で打つ自信の方が大きいから、動かす必要なんてないないない。うわおー、危ない危ない、気ぃつけて、やったらやり返すからね、そういうチームだよ巨人は。抜け、あ、また強打、もう前に寄って今日何本ヒット阻止されてんだよ。それだけじゃなくてゲッツーか、いや強打欲しいな。強打を取れば同じリーグの同じね、その戦うチームの戦力を削ぎ落とすことができる。もう中日なんて強打ありきでしょ、いわば守備の部分ではね。強打いなくなったら内野崩壊しますよ。そうしたらエントちゃうかな、ちょっと欲が出てきたぞ。まあでも取っても使い道ないけどね、坂本の守備固めくらいじゃないですか、大差が空いた場面のそれくらいでしょ。強打って確か、二塁指摘性とか持ってないんじゃない、遊撃手だけだよね。ほらですからまあ取って戦力補強にはならないんですけども、でただ相手の戦力をダウンさせられるという点では、これだけねヒット阻止されてるのであれば強打を本格的に取るってことをちょっと考えてますけど。あ、まあでもね、戦力補強とかに関してはとりあえずセ・リーグとの戦いが一巡するまでは何もしませんから。あとオーダーに関してもね、僕が作った開幕オーダーで、一巡するまでは戦っていきたいと思います。一巡した後に、まあ、視聴者からもらった、まあ、選手の起用法ですね、この選手はこう使った方がいいとか、あと補強面に関するアドバイスをもうすでに何十件もいただいておりますから、それを採用させていただき取るってこともしていきたいと思います。とりあえず一巡するまではね、自分の力だけで頑張っていこう。結局6回表も試合は動かず、やっぱこういうゲームになるんだなそしてこういうゲームをまだあと1試合プレイしないとダメというね、なんか頭痛くなってきた、頭痛し始めてきてんだけど大丈夫か。あー坂本さん、ほーほほー、これがいる最高なプレイですね。100点満点、いろんなものを送りたいわ、表彰状、お金とかね。でも今のはちょっと悪いプレーだね、ピッチャーが取ると思ったんでセカンドの吉川の動きが止まった、まあ正確には俺が止めた。見ててリプレイ映ってるかな、ほら止まってる、あー止まってなきゃ飛びつけて取れる範囲だと思うんでね、この二遊間の守備は硬いよ、もったいない。いやなんか若干守備の乱れから生まれた、若干というかね守備の乱れから生まれたヒットなんで、ここはつなげられないように大島で流れを止めておかないとね。チェンジアップ決まった、はい三振。今日はなんかこのチェンジアップが冴えてるな、相手全く反応できてないじゃないか。ビシエドを抑えればこのイニングは終わる。
ビシエドに対しても、もう決め球チェンジアップでいいんじゃないかななんて言ってたらね、そんな簡単には抑えられんわな。2アウトランナー1、2塁。今日何気に初でもないか、あでも初じゃないかな、ランナーが2人いる状況、これ互いのチームでね、なんかそんな気がするわ。2人いたことないよね、塁上にいますけどね。で打席に入るはヒゲの人、いやもうこの人はカモですね。ただヒゲ生えてる一般人やわ、個性的な一般人。はい、坂本さんが取りますよ。はい、残念。このイニング中日は2本のヒットを阻止されたね、うちの坂本によって。強打がやるなら俺がやる、坂本の好プレーですね。まあ、こんな光景はもう幾度となく見ることになると思いますけどね、何度もあると思います。互いの遊撃手がチームを救ってるな。今日遊撃手がどちらも倉本だったらもう10点20点入ってる可能性あるもんね。どっちも倉本って言ったらあれば意味ないけどね。まず巨人にいねえし、中日にもいねえし、そもそも2人いねえし、いてたまるかそんなやつ。まあもしも家庭の話をするのであれば、ちょいとめんどくさい試合展開になっていたでしょうね。今の展開もめんどくさいというかね、あまり動かないので面白みはないけど。はい、ダメだ、もうこの辺は強振で一発あわよくば狙ってるけど全然出そうにねえわ。まともに芯で当たってない。で強振で狙ってる時ほどなんかベストピッチの球が来がちというね。ミート打ちの時ほど結構球威の甘さも来るし、球威の甘い球とかも来るんですけどね、ま、でもそれすら捉えられてないので。炭谷に対する代打まだないね、動きはまだいらない、ま、この意味はこれですっぱり終わっておく方がなんかいいと思うわ。中途半端打つよりか、打つならホームランでいいね。おお、快音は響いたがファール。いや次ピッチャーからでしょ。でさ、桜井で7回裏を投げ切って、そしてその桜井のところに代打を送って、その代打バッターでヒットでもいいし、まあホームランでもいいし何でもいいから出て、でね攻撃の流れを作っていくとしたいので、いいですいいです。無様な唐さんですから、もうそんな無様な姿すら今は許そう、別にええよ。それよりも7回裏をしっかりと抑えよう。強打から始まるところ詰まって落ちる、はい、嫌な感じ。おいおい、2イニング続けて先頭バッター出塁許してねえか。強打は3回の起投に対して2回の成功か。これまた足警戒していかないとね、揺さぶられるわけにはいかんぞ。桜井はまだ変えない、まだ変えられない。やっぱ7回8回表は桜井から始まるとこだから、そこを考慮してもこのイニングは桜井で乗り切る。それ投げるな、1回打たれたやろ、1回打たれたものここでも打たれるよ、気をつけて。あー盗塁、あー走ってきたのはアウト。おーい、炭谷バズーカ。肩いいのは小林だけじゃない、炭谷もいいんだからね、完璧でしたね。盗塁スタート自体は成功してますからね。俺も今スライダー投げてたし、ちょっと気抜いてたわ。大抵この2ストライクからね動いてくることが多かったので、決めつけてたね、変な決めつけ、良くない決めつけやわ。ちょっと気抜いてた。詰まって、あ坂本、坂本、あーもう捜査キャラが早い段階で坂本を変えられてたらよかったのな。なんで最後までビアヌエバなんだよ、動き見たろお前よ、全然動けてなかったよ。しまいにはなんかファールゾーンに突っ走っていってるんだからね、そこ何があるんだよ。ワンピースでもあったのか、こんなところワンピースあんの、こんなところあるんだったらすぐ物語終わりそうですけどね。いや逆に終わらないか、野球場にあると思わないしね。うわこれ強打アウトしててよかったね、そう考えたら。ちょっとこちらにとって良くない流れが出来上がってるよ。どん詰まりがヒットになってる、一番嫌だね。はい三振、櫻井まだ力を見せれるな。小笠原代打はないか、動きはない。与田監督動かないの、俺ならこのシチュエーション動くけどね。動いて貪欲に点を取りに行く、まあ好投してるから変えないということなんでしょう。勝ちに行く意思は感じられんな、そんなチームにやはり負けることは許されない。ナイス桜井、もう今日は十分な仕事を果たしてくれた、これ以上の好投は求めないよ。それよりも代打、左に得意な選手を送ろうか、誰行こうかな。一番左得意なのは、何このチーム、対左の代打全くいないじゃないですか。一番得意なのがね、石川のミートいいというね、マジでこれ左の代打必要やない、対左ピッチャーに対する代打。石川慎吾ももう出してみようか、パンチ力ある選手だし、まあ何よりもこのチームの中では今一番左で強いんでね、 あくまでも代打の中ではね、ベンチの中では
やこの選手は試合の流れを変える位置だっていうのを打ちがちな選手だと思いますけどね。まだ今季の初アンダー出てないけども狙ってます、ブンブンに狙ってます。こんなにも狙ってる。それを逆手に取られなければいいけどね。打つ気満々やから。甘い。だから1球目見逃すのはいいんだけど、なんでその後見逃すの。これはファールになるよな。そら前の1球打たないからこんな球打ったってファールだよ。いやいや、ボール臭いし。はい、三振。もうね、なんかいかん。俺の脳みそは凝り固まってるね。ワンストライク、なんていうのかな、なんか見よう見ようとしすぎてる。変に。いいんだよ、見なくて。もう打ちにこう積極的が俺の特徴というか、それが長所でも短所でもある部分だからね。長所短所、積極的です。人生積極的にいた方が絶対に楽しいから。野球もそうだよ。ほら、強い打球は抜けていく。なんだセカンドの溝脇、全く反応できてない。これはスリーベース、ありえるぞありえるぞ。てか言ってくれ、頼む吉川走れ。よーし、スリーベースヒット、今季初ですよ吉川に関してはね。なん、強い打球ということもあったんだが、少しは反応しろよ溝脇よ。ノンリアクションにも程があるやろお前よ。スピードについていけてなかったんだね。で、打球スピードも速く、そこまで転がってくれたおかげもあって、吉川の走力ならばスリーベースになる。ワンアウトランナー三塁ですからね。もうこんなのは確実にこの次の2点目取れるチャンスというか、ここで取らないと今日の試合の勝ちはないだろうね。行こう坂本で行ってやる。うわ、パスボール、あ、走れよ、何してる。お前がちょっと待って、吉川スタートが遅い。アウト。うわ、もうな、はい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 、ボタン押してたんすけどね、もう完全なパスボールだったんすけどね。あの、ちょっと今坂本の打席ですから、まずそこに集中して、はい、もう、はい、やるしかないんで、やらねばならぬので、あ、はい、ここに集中しましょう。はい、結果打ち上げて、打ち損じて、あと取れるはずの得点なぜ取れなかったのか教えてやろうか。それはコントローラーが反応しなかったから。俺は確かに進塁ボタンである三角ボタンを押した、あのパスボールの瞬間にね。打球見てから動いたわけじゃないからね。もうびっくりマークが出た時点で僕は押してましたから。ただなぜかあのシチュエーションで反応しなかった。で、反応してないことにちょっと気づいてなかったからね。スタートが遅れて、結果アウトなタイミングで突っ込んでしまって、アウトになってゼロで終わったという経緯です。はい、あ、はい、なので、はい、点取れなかった以上はここからですね、中川出しましょうかね。まず8回裏を守り抜くことだ。もう振り返らないよ、シャメじゃん振り返ったって操作ミスでしかないんだから。操作ミス、俺のミス、いや、なんだろうな、まあ、これは俺のミスじゃない、ね、コントローラーのミスという悪い。だから定期的に俺のコントローラーは俺の意思を無視するんだよね。なぜか分かる、なぜか分かれば苦労はしない。おいおいおい、これはゲレーロの前に落ちないよな。もうやめてくれ、ほんとさっきのイニングからずっとどん詰まりが落ちてるから。中川出したということはこの回絶対抑えるという意思、強い意思を持って出したんだからね。打たれるわけにはいかんぞ、今季まだ知ってないんだからね。完璧に抑えられてる。これもね、ゲレーロ、おー、もう落下地点に入ってるわ。あとは取ってもらいましょう。これで2アウト。まあ左の大島などはもう簡単に調理できますよね、左キラーの中川ですから。はい、スラーブあまりにも淡白に終わりすぎじゃないですか。まあ人のことは言えませんけどもね。さあ9回です。ここでこちらとしては点を取らないと9回裏にドラマが相手に起きるかもしれないし、延長突入ってなったらちょっと疲労するんでね、ここで終わらしましょう。野球は延長するものじゃない、9回で終わらすものだ。丸の一撃で終わればいいけど、ちょうどいい打順の始まりだからね。3、4、5、うっばい。もうこれもどうせ大島いるんでしょう。長打警戒されてましたね、いつもより深め守ってた、それもあってからや。はあ、痛打してんのにな、快音響いてんのな、バキンボキン言うとんのやけどな。いやー、今日はやっぱついてねえな。はい、もうで、その後の岡本は全然もう何にもならないやつ、合わへんわ。
あーもうビアヌエヴァもダメか。やっぱさっきのあのパスボールの時に取っておくべきでしたよね。いや取ってたはずなんですよ。取ってた世界に足を踏み入れてた俺は。でもなんか強制的に戻されて別のルートに行かれた、行かされた。それにもよって、はぁ、あ、9回裏コーチからなんか来てますね。作戦、まあもうこれ多分ピッチャー変えろってことなんだろうけども、変えません。もう抑えないと。ここも前のイニング5球しか投げてないから、はい、どこ行く吉川さん。なんで消えたん、落下地点から。普通にやっときゃ取れるとこやん。真逆の方突っ走っていってたね。あかん。それにもよってさよならのランナーが出た。いや中川変えません、変えません。前のイニングも5球しか投げてない。これで6球目ですからね。全然スタミナもある、力もあるんですから。コーチからのサインは無視ですよ。俺の意思でやらせろ。ここはビシェドに対するダイソーはないんだね。てっきり動いてくるかと思ったけど、与田監督全然動かねえな。ないのであればランナーを気にする必要もないですからね。こちらとしてはスムーズに投げれる。ほらー、こうやってスラーブ連投も可能なわけ。いやでも気は抜くなよ、ビシエド走ってくるかもしれんぞ。盗塁っていうのは本来バッテリーの意表をついたとこでするもんなんだからね。決めつけは良くないぞ。まあしかしバッターに集中しておけばこの中川のスラーブがある限り、はい、打てるもんなら打ってみろ。甘かったね今のはね。しっかりとしたベストピッチでいきましょう。もう一球、おお危ないな。さすがにちょっと反応しがち。ならばここで逆の、はい、ストレート。まあこれですね、最速は151だったかな、中川は。このストレートも武器なので、スラーブスラーブでずっと言ってるからといって最後までスラーブなわけないやん。京田さん少し考えようぜ。まあ、最後はスラーブですけどね、お手本のような流れるようなスラーブで。流されたのはこっちだったね。ランナー一塁二塁でさよならのピンチはぐっと広がったぜ。またいや、まあ2アウトだから、あと1つアウト取れば終わりだから全然問題はない。わーでここでダイソー送ってきたよ。遅いだろそれ。2アウトから伊藤康介、足は速いんだろうね、走力は。ええー、めっちゃ速いわ。もうこれは外野前進ですね。まあそもそもバットを当てさす気はないけど、はい、ストレート。ここもストレート2球で、はい、まあ、最後はスラブ、これでいい。この辺振らして終わるだけ。はい、オッケー。やっぱりこう投げておけば抑えれるんですよ、ストレートとスラブを混ぜればね。ちょっとあまりにも淡白すぎる配球で行き過ぎたな。それもあってかこのサヨナラのピンチでしたけども、結果ゼロで試合は延長突入。おいおいおい、今季初対決でいきなり延長、もう辛いな、長いな。早く取りましょう。小笠原はまだ変えてこないんでね。そりゃそうでしょ。こちらも球数91球しか粘られてないから、スタミナも3分の1残ってる。だから変えないんですよ。打ててもないしね。まさか序盤にあんな1点取ったのに、この1点だけで試合がこのまま突き進むとは思わんかった。ここでゲレーロヒットが生まれた。もちろんこれはすぐさまダイソーですね。でここで足をね絡めて次の塁に進んで、ほんでバントして次コツンと当てて1点取るっていうのが一番理想。しかし相手キャッチャーはこれ加藤ですよね。加藤バズーカの人、肩力は S の93。これはねセリーグで間違いなくトップ、おそらく全体では下位の S の94がトップだと思うんですけどもね。まあその次の能力の高さですから、これはどうだろうな、むずいな。とりあえずまず様子見や。もちろん牽制とかも来るからね。まず加藤の肩よりも牽制を警戒していかないと。ここも来るわな。いやーあのねキャッチャー加藤がポロったように一塁手もポロってくれたらチャンスは広がるんだけど、でもねそっちばっか警戒してくれてて、おかしてくれていて、こっちをおろそかになってくれたら助かるんですけどね、バッターの方も。甘い球が来たら一球仕留めてやる。ほら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 、甘くなりがち。気抜けてんな。今のも甘かったよね。だからそれを打ちに行こって、それ打ちに行って、お前これまたもう、はい、おなじみな光景、何度見ただろうこの試合だけでも。もう飽きた、見飽きたわ、お前の野球飽きたもん。そう言われてますね、いろんな人に。代打いきましょう。はい、阿部慎之助ここでいきますわ。もうこの辺はレジェンドの力で変えてもらいましょう、流れを。なんか出来上がってるもんね、変な流れが。変えよう。小笠原慎之介 VS 阿部慎之介。勝つのはこっちだ。ほらー
しんのすけ対決はどうだ。また大島もここまで全部同じ映像じゃないか。捉えた打球はセンター大島に取られてね、そしてチャンスで打つ打球は全部強打に取られてゲッツーになる。全部同じや。こんなこともあるんだね。はあ、とりあえずキャッチャーを小林にして、ほんでリリーフさすが中川をね、2イニング目も行かすわけにはいかないので、ここはもうピッチャー変えて田口行ってみようかな。ほとんど中継ぎで使う機会なかったですから、ここは田口で行ってみよう。これ今季初登板じゃないかな。できれば先発で使いたい投手なんですけども、能力がねやっぱ高くないので今のところは中継ぎです。ただ今後起用法を変えていくってこともあるかもしれない。代打誰よこれ、56番って誰。ああ松井裕介か、オリックスに行ったね。おんでそいつ今季打ってるじゃないですか。打率5割、おそらく今季打った初安打がホームランってことかな。わーでここで重信どれだー。おーあかんよこれは、トゥーベース長打や。さよならのランナーがまた近海に続いて出たぞ。次は守りきれるか、それも状況が違うだろう。ノーアウトの二塁やからね、これはか。いやもう田口変える。マシソン行く、花からこっち送っときゃよかったね。マシソンは今後も釣れるかもしれなかったからさ、12回あたりに出そうと思ってたんですけど、もうちょっとここは出さざるを得ない状況なんでね。今季6試合目の登板です。もちろん相手はバントですよね。確実に進塁させてくる、そのやり方を選択するのは通常、まあ、日本球界では当たり前や。させたくはないんですけど、どこ投げたってしてくるでしょこいつら。高めだね、インコース高め、ここで決ま、あーダメだ。そもそもアウトできるか、一塁はアウトも三塁はセーフで送りバントは成功。もうちょっとさ、マシソンのその剛速球インハイだぜ、うちに食い込んでくるストレートなんだからさ、もうちょっと失敗があっていいと思うんですけど、それがないんだよね。さあこの状況どうするか、バットに当たればサヨナラになる。前進守備です、ね、まず守備シフトはそれでいてもう全力投球しかないでしょう、やるしかない。いやー一球仕留められて、これはもう取ったところでそもそも取れずにゲームセット。長々プレイした挙句サヨナラで負けるんかい、今季初の中日戦。もういやでもね、負けるためのピースっていうのはもう自分で俺が全部揃えちゃったね。こっちのチャンスの時にあと1打出なかったり、もうそのチャンスの中で併殺打で潰しまくってね、何度も言う、いつだっていう、これからも言い続けるよ、併殺打は相手に流れが行くの、一番チャンスの場面でやってはダメなことをね。そらお前複数回、なんだこの戦いの中で3回くらいやったかな。それもあったので、そうだよね、今日小笠原2試合続けての完投勝利ですから、はあ2登板で2完投。今季の沢村賞はこのペナントではもう小笠原で決まりかな。次にプレーするのは4月10日の中日2戦目、このカード最後の戦いですね。相手はロメロ、こちら今村が先発の予定です。今日も相手左ピッチャーなので左オーダーになりますね。変更はどうしようかな、やっぱ岡本和真なんか当たらないんでね、全然打てへんわ。ここまで9試合終えてこんな感じですからね、さっきの試合でも見事この4番がストッパーになってましたから、もう今日は阿部慎之助をちょっとスタメンで使いますわ、思い切って。それも4番起用で、悪い流れが出来上がってますから、この4番のとこで。じゃあ、いっそのことレジェンドで期待も信頼もある。まあ、この阿部慎之助に託す方がいいでしょう。それ以外に関しての入れ替えはもうないです。このオーダーで、また次の試合も戦っていきますのでね。相手ロメロ、他を圧倒する肉体から放たれる剛速球は見る者の瞬きすら許さない。そうでもないよね、別に。なんだ、リアルを再現してまたお前打ってよ。グラブ叩きつけ再現したのか、お前よ。やったるで、こっちは。さあロメロとの初対決、まあ、確かにロメロといえば球速が武器の選手ですからね、ゴリゴリそれで押してくるでしょうね、ストレートで。どうだ抜ける、まあでも球威がないから簡単に打てる。こうなったら今日はちょっと足で揺さぶってやる。もうすでにここまで9個の盗塁を決めてリーグダントツトップですからね。このままいけば吉川盗塁王ありえるな。いやありえるというか怪我さえしなければいけますよ。ここもやって早くも2桁盗塁達成といこう。
これ多分プロ野球初じゃないかな。これ開幕、何試合目だ、11試合目ですね。この試合が確か11試合目にして10個というのはかつてないと思うけど、まあ達成したらね、まだ決めてないですから、決めた前提でこと進めすぎだよ。これもウエスト、もう要警戒ってことだね。振ってよかった、ゴー、はい、もう完璧だ。はい、10個目の盗塁成功、ほう、両リーグ最速でしょうね。あ、でもどうだろう、もしかしたら荻野とか西川春樹あたりがパリーグでもすでに2桁盗塁達成してるという可能性もあるかもしれんが、まあ少なくともセリーグでは最速の2桁で、この流れはもう先ほど同様確実に点を取る流れですね。後ろに、おお、あー、ファールゾーンに落ちるやつだ。もうそこ違う、そこ落ちてほしいとこちゃう、フェアゾーンにだけ落ちてください。打球はフェアゾーンに収束してほしい。わあ、ぶねえな、このチェンジアップ厄介は。抜けるね、よし、吉川の走力絶対帰ってこられる。福田の肩と勝負も余裕の勝利でしょう。はい、1点先制で、それで終わらない。さっきは1点先制したけどすぐ取られたよね。結果さよなら負け食らったよね。だからもう次は食らわないように、まず追いつかれないようにするため、もう序盤からロメロ攻略したろうやないか。甘い球ほど打てないの、さっきもそうだが今もそうか、ずっと続くだろうね。さあ、阿部慎之助をスタメン起用で使うのはこれが初めてです。今日は思い切って4番で使ってみた。その結果どうなるか、もうチャンスですからね。今季まだ打点はないですから、どうしよう、強振でいこうかな。いった結果のいい打球に思えるが大島でしょう。これじゃタッチアップで三塁の進塁もできへん。また1点止まりで終わるので、得点圏で10の0のビアルエヴァチャンスで全く打てない。ずっと凡退してますね。そのやつ5番で使うのも問題ありだわ。でも今日は打てそうな感じする。10回目まではダメだったけど11回目は何かが変わろうとしてるような気がしただけでしたね。アウト、はい、取れたの1点のみ。今日はそれを全力で守りましょう。石川直樹、これまた出塁していこう。もうユニフォームがめちゃくちゃ汚れてるね。まあそれだけ塁に出て盗塁も決めてるからこそですよ。そしてこの打球も後ろ行く、これスリーベースまたあるんちゃうか。いや、さすがに無茶だからやめとこう。堅実に取りに行くぞ。次の得点はいいぞいいぞ。3投はさすがにしないですね、このままは。甘いけどこれも打ち損じになるんだろうね。まあランナーは進塁できたし、とりあえずええか。で、丸義弘、このチャンス、ワンアウトランナー一塁だ。うわー、完璧な打ち損じ、これでは動けない。あー、挟まれた、どうしようどうしよう。どうしようじゃなくて生き残ってみせよう。なんならホームに帰ってみせたかったんですけどね。あー、二塁も、二塁はセーフ。いろいろとはちゃめちゃな展開。え、何今の審判にキスしに行こうとしてなかった？してたよね、もはや。なんで何にも、なんか共感できる部分がないけど。ねえ。まあ、やや走塁ミスですよね、今のは。その流れからアウトになって審判にキスしに行く行為。うわぁ、全く理解できねえ。ついていけねえ。何の話かもわかんねえ。おー、カードだ。阿部の打球は落ちそうだ。これで2点目ゲットですね。よーし、よかった。4番起用、スタメン起用が結果として出ましたね。5回裏のマウンドだね。このイニングを投げ切れば今季初の勝利の権利を今村が得ることになる。うわー、ライト用ないか。これはフェアゾーンで落ちる最悪なやつやね。すぐ投げて、強打足早いから大きな山が来そうだ、このイニング。まあ山言うてもね、6番強打に打たれてその後7、8、9ですから大丈夫大丈夫。冷静になれば抑えられるよ。冷静になれれば OK。 このシュートも使って OKOK、OK OK、うまっ。うわい、もう何をしてるんだ。もういや、何、俺が何をしてるんだだよ。もう普通に考えてセカンドだろ、操作キャラ。なんでファーストで動かそうとしてたんだよ。この結果ノーアウトランナー一塁三塁という、もう最悪のピンチ。もうええよこの回、別に言って。
1点はいいんですよ。 A から守ろう。2点取ってる。はい、もうゲツゲツゲツ。これはもうそっちを狙いなさい。あぶわ。はい、結果ゲツですからね。1点取られましたけども、1点差で勝っている。さあ7回ですね。ラッキーセブン。今村から始まるところ代打岡本和真でいきましょう。今日はスタメンから外している。まあその結果を阿部でタイムリーヒット打ててるんだからね、儲けもんですよ。代打岡本和真、もうそろそろフィーリング合わせて打ちたいね。岡本和真と心と心を重ねて、そして打てるようになりたい。まだ合ってないんだよな、だから結果として出ないんですよ。あ、これもすぐ終わる。もう何なのその凡退。ほんと去年3割30本100打点記録した、そうとは思えない凡退だね。お前このあと吉川だから出塁しておけばもっと美味しいチャンスやってきて得点もあったかもしれないのに、代打が1球で凡退っていうのはあまりにも淡白すぎるわ。あれで首もあるぞ。抜ける。おい、今日吉川ね、これまで3安打と打ってますからね。今日4安打ちゃうかな。4安打、それでいて2盗塁ですからね。盗塁も決めまくり。しかしこんなリードオフマンがいながら得点に帰れたのは1点のみ。それは後続がつなげられてないからね。ここはつなげましょう。本来お前リードオフマンが4打数4安打やってるんだったら全部返さないとダメだよ。これはちょっと早かったな、タイミングもったいねー。これも甘いのに。でもどうだ、三塁線内野安打はない。しかし進塁、いやでも2アウトになって進塁じゃ意味がねえな。丸に申告敬遠で4番阿部慎之助と勝負という思い切ったことをしてきた。いや全然間違いではないですよね。かつての力が阿部慎之助にあるのであればこんな判断は絶対されないでしょう。むしろ阿部が申告敬遠される側ですよ。でも与田監督は阿部にかつての力はない、今の阿部なら抑えられるとそう判断したんやね。なるほど、ならば絶対にそれは間違いだと気づかしてやる。打ってね、打たなきゃ正解ですから。絶対に打つ、一発を打つ。どうだ、これは詰まって落ちるやつちゃうか。はい、取れない。はい、で申告敬遠で出た丸も一気に返ってんやで。あ、ちょっと待って、これセカンドそもそもアウトになるわ。オーマイガー。そうだよね、阿部の走力だもんね。いや阿部うんぬん関係なく、まずあれで二塁に行こうとは思わないでしょう。俺のミス。まあしかし阿部で打つことができた。見てるか与田お前。阿部を見下すからこうなるんですよ。かつての力がない、馬鹿げたこと言うなよ。今阿部が一番光り輝いている時期だよ。こういう輝き方もあるんですよ。全盛期みたいにね、スタメンで活躍するのもいいですけど、まあ今日はスタメンですけどね、このように活躍することもできる阿部のおかげで。いやもう今日勝てそうですよ。阿部ほんとスタメンで起用してなかった、今日の勝ちないね。だって最初のじゃない、2点目も阿部ですし、3点目も阿部ですからね。打点も上げてるのはほんと阿部様様や。ここで送るわね。高木でいいかな。そして阿部のとこに高木を送っても、岡本をそのまま一塁手守らしましょう。今日はもう試合展開的に次の阿部の打席が来るかどうか分かんないのでね。ですからまあそのまま9番に岡本を入らす形で、あとは高木で、まずは7回だね。いやできればね、7回8回とロングリリーフでいってほしい。あ、それは球数との相談や。スムーズにいけるのであれば8回もいこう。あらら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 ら ら, ら, らスムーズにいくというのは抑えるってことですからね。スムーズに打たれないね、淡々と簡単と。そんな必要全くないから。あらー、強い打球、めっちゃ痛打されておるこのイニング。どうした、いいピッチャーなんだからいい球投げないと。これ強打がまたランナーとして出たらめんどくさいな、これ。そこ警戒していかないと。動きはない、もう一球牽制。今若干牽制者あるかなと思ってたんですけど、ないな。ここも動かない、もう一球牽制だ。あかん、パターンが出来上がってる。これだとアウトは取れないだろうね。意表をついた形じゃないとダメなんだよ。
もう一球ストレート、よしよし、これはダブルプレイ、よーっしゃー、もう1試合目は腐るほど相手にゲッツー取られたけど、今回は取る番だよ。この試合相手は多分2併殺打ですよ。試合の前半でも奪ってますからね。そしてこの終盤のピンチの場面でもこれ、結果7回0、ほほほー、よかったですね。でなんか他球場はすごいゲームしてますな。広島が10対4、おいおいエンジンかかってきたぞ。やはり広島今の順位はまだ A クラスは入れてないんですけどね、この試合見てる感じ入るでしょうね。いずれ状態を上げてきてるわ。状態いいね、よくなってきてんじゃないな。これは若林ですね、ダイソーからの今日は打席。暴れてるね、福くんの球。もっと暴れていいんだよ、ジャジャ馬になっていいんだよ、暴れ馬になってほしい。そう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 、体にはぶつけないでね、そこは気をつけて。甘いど真ん中、それも球威のない球でも打ち損じた。甘い、でもなんか力がない。どうだ、落ちるか落ちるほど飛ばせてもないし、かといって後ろに、なんていうのかな、落ちもしない、最悪やな。アイゲレロの打球、これも甘いけど全部センターフライになる。ダメだよ、もう今日だ、打球が収束されてるんだから。あそこに吸い寄せられてる、吸い寄す力を持ってるんでしょうね大島。そんな特殊能力ありましたっけ、バキュームないでしょ、下品やわそんな。ダメだ、甘い甘い甘いのオンパレードだったんですけどね。1人のバッターに対して2球以上球威のない甘い球が来たの、それを打てないんだから問題外やね。もうええわ。で、いや高木でいきましょう。結局1回は8球で終わりましたから、さっきのイニングはね。まあでもちょっと打球が通打されていたのは気になる部分ではあるけども、ここも赤も変えるわ。遅い、もう打たれてから変えるってさっきと全く同じじゃないか。いや打たれないと思ってるからね。でも簡単に打たれる。誰行こうかな、ここで。畑。そういや、今季初めて負けたゲームは畑で打たれて負けたんですよね。だからちょっとその流れもあるし、やめとこう。中川、疲労溜まってるとこ申し訳ないけど、この試合また頑張ってどうぞ。開幕から11試合目にして、6試合目の登板か。半分近く出てるというね。半分以上か。すまん。中継ぎに国者つきものだ。あーで、これまた松井ちゃうか？さっきのさよならの立役者ですよね。これに打たれてなければ普段さよならを打たれることはなかったんだから。代打で出てきてね、ここまでは3打数の2安打、いい活躍してんな。これならオリックスを送られることはなかったんでしょうね。絶対に抑えてやる、2夜続けての立役者にはならさへんぞ。決まった、あいもうこれはね絶対もう誰でも抑えれる毎回後ろの人が気になるんですけどね、殴られてたよね。これは抑えた。で、1番の溝脇に関しても強気でいけ。おう、当てただけ。ああ、これはもう一つのアウトでいいぞ。優先しよう、ファースト。もうそれでいい。いいんですよ、ここで別に1点取られたって。結局1点差って勝ってるんだからね。一番やったらダメなことは同点に追いつかれること、つながれること。余計なミスとかでつながれたら大変ですからね。ここで福田、一撃が注意な選手ですけども。まあいい球投げてるうちはさすがの福田でも打てないと思うんでね、この中川はね、打たれるか。はい、三振、ほほー、最後武器のスラーブも完全に空を切ってたね。あの球ならば絶対に打たれないわ。ここも抑えた中川で、国士はすまんがよく抑えてくれる。抑えられるから国士するんですよね。これでまた国士することになるでしょう。まあお前の国士あって優勝できるものだと俺は思ってるから頼むわ。マルティネスが出てきたよ。今季2試合に登板して、あらら、いい成績は残してないらしいですね。いやでも球に力はある、めっちゃ球速いですからね。まず住谷のとこ代打送って、ここはね亀井行きましょう。ちょっとこの2試合出番なかったんでね、ここで作ろうや。亀井でチャンスを作る。左の時はスタメンから外します。なぜならば対左に弱いから、対左ミートが G なんだよね。だから出せないんですよ。で見てこの球速、1球目159、2球目155、ほんでこれも154、平均150か。うわーで変化球、何今チェンジアップ絶対打てへんわこんな。
あららららららら、バットに当たって意外にライト前に落ちましたね。なんか絶対打てないわって思ってたら案外打てるケースあるよね。今がそういう時なの？これは繋いでいきたいぞ。あー、いやでも早いわ。ど真ん中に来ても失投が失投じゃないというね、これだけ球速出ていたら。また打ち損じも、まあ最低限の進塁打にはなったのです。ここで本日4安打の吉川尚輝、小打数5安打あるか。貴重なチャンスの場面、あーしまったしまった、ランナーも戻さないと。何してんの何してんの、三塁行っちゃってるよ、危ない危ない。うわー、ここで打っておけば、いやヒーローですよ、もうすでに今日勝てばヒーローなのは確実ですけど、よりヒーローだったな。急速に押された。あーまあいいけど、これもちょっとこの組み合わせはあかんわ。もう当てるの精一杯、ヒットをするのなんて無理やわ。はい、結果ゼロ。もういいですよ、勝つための得点は取ってるんだから。なんかすごいブレイクダンスしてますね。そんな踊れないよね、とわらすごい実力派なダンスしてましたけどね。最終回のマウンドはもう迷いなく、ここはマシソンの投入の前に、まずはキャッチャーを、6番のゲレロのとこ入れて、ほんで守備をレフト亀、ライトに陽大館、それ以外に関しては変更はないですね。でリリーフピッチャーを中川からマシソン、よろしくね。まあ、さっきの試合は最終的にマシソンが打たれましたけど、マシソンの自責点ではないからね。まだ失点もない、自責もない、防御率は 0.00 で7試合目の登板ということで、これでもね打順の並びは怖いんですよね、3番の大島からなので。はい、オッケー。まずはベストピッチの150のストレート、これも155。マルティネスも速いが、こっちも速いぞ。それでいて最後はスプリット、これがテンプレ、もうこれでいいね。ストレートストレート、スプリット、なんならスプリットスプリット、ストレートでもええ、何でもええ、いろんなやり方がある。でもさっきと同じ配球でいこう。ストレート、おー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 、どこまで伸びる、丸が取れる、丸は丸は丸は取れない、シングルでしょ、あかん、ツーベースになるか。これはダイソー送ってくるパターンちゃうか。高めストレート、さすがに押しすぎたな。前の大島の凡退もあったんで、今 CPU が学習してたね。1球目完全ストレート待ちでしたわ。いやまだでもダイソーはなかったですね、ビシエドに関する対しての。これもちょっと変化球から入ろう。ここでストレート、うん、投げるタイミングを変えるんですよ、変えればいいんですよ。スライダーは亀の前に落ちて、ランナーは帰ってないですが、一塁三塁同点のランナーまで出たぞ。あかん、2試合続けて何かが起きようとしている今この現場で。絶対に起こさせるか、絶対に何も起こさせない、何も起きずに終われ。はい、よし、最後の球は、いや最後じゃない、1球ちょっと高め投げてないんで、ここは反応しないよ、いいんですよ、別にそれでアウト取ろうとは思わない。次のスプリットや、あーそれも見送られて、これフォアボールってなったら一気にサヨナラになりますからね。ランナーが出るサヨナラの絶対あかん、ここで断ち切っておこう。ストレートでいこう、これはファールで助かったと言えるのか。結果フルカウントは変わらないからね、まだ終わりじゃないよ。スライダー、これはこれはこれはセカンドをアウトにして、ファーストもアウトにできればいいが、どうだ。あーいやー、もうしゃあない、強打の足だこれ。マシソン今季初失点、まあもういいですよ、別にそこはどうせいつか失点するもの、今日たまたましただけ、まだチームは勝ってる、チームさえ勝ちゃえ。ここで代打26番は医療ですね。いや別に驚きはないけど、ただね、あのパープロの2019の方でやってた俺と巨人の143日物語では最終的に同じチームメイトでしたからね、巨人にこの男がやってくるという展開がありましたので、名前は知ってる、まあしかし能力は大したことないから全然大丈夫。あったま、すっからかんなバッティングで初球打ってアウトになってゲームセットで俺たちの勝ち、よかった。2夜連続の悪夢が起きようとしていたところ、なんとか勝利を手繰り寄せることができたね。危なかった、中日というチームは油断ならんね。こんなチームに苦戦することもなければ簡単に勝てるんだろうとこのカード始まる前は思ってましたけど、
や今後も何かしらいろいろとありそうですね。この中日戦はとにかく勝ててよかったです。今季対中日初勝利。今日の勝利投手は今村、今季1勝目。敗戦投手はロメロ1敗、マシソン5セーブ目ということになり、そして今日のヒーローはもう間違いなく吉川尚輝ですね。5打数4安打2盗塁ということもあって、早くもシーズン2桁盗塁を達成してるんですよね。これ両リーグで今一番盗塁を決めてる選手が誰なのか、そこをまずは確認していきましょう。まずセリーグランキングではもうダントツのトップですね。2位とはこれ7個差でしょうか、いや違う、8個差か、8個差を分けての現在トップ。成功率もクソ高いですからね。それでいてパリーグの方で見てもやはりパリーグ含めてもトップですね。パリーグ最多の数が5個の源田、いや十分すごいんですけどね。成功率も10割ですごいけども、ただねセリーグにはうちの吉川直樹がいる。吉川はただ盗塁数トップだけじゃなくてですね、例えば出塁率の部分でも4割5分1厘で現在セリーグ4番目ですし、OPS も10割とある。で打率では現在4割4分でセリーグトップというね、本当にすごい活躍をできる。岡本和真を使ってああもう不自然と打てないの、なんでこうも吉川尚輝だと打てるんだろうな。まあこれはもうフィーリングの問題ですね。吉川と俺がもう何かつながってるから、物理的に精神的にどこが何が分かんないですけど、つながってんのは事実。いやこれからももっともっと吉川で活躍して、まあ今回だと本当吉川の活躍によってね、2試合目にしてようやく中日相手に勝利できましたけども、吉川いなければ本当怖い展開が生まれていた。2連敗もあったと思いますのでね、この勝利によって順位の入れ替えは特にないです。巨人はまだ1位を守っていて8勝2敗、開幕からもう11試合が経っているんですけども、まあ、その中まだまだ圧倒的な貯金を作れてますね。これで今回プレイするゲームは全て終了ということになりました。そして次回プレイするのは、ヤクルト戦、今季初対決。これが終わればセリーグのチーム全て一巡したことになりますので、まあ、その一巡した時に今ゲーム差1ゲーム差しかないですけども、まずは首位で終えること、この3試合を終えた時に首位であること、まあ、それでいてやっぱもっともっとド派手な活躍、ド派手な、なんか見せ場とかも作っていきたいので、まあ、次回はこちらの3連戦をプレイして、まずはセリーグとの戦い1巡目を終わらせていきたいと思いますのでね。今回実況4回目、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まだ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 ですね、選手の起用法やそして補強面に関してのアドバイスというものはいつもいかなる時も募集してますので、何かある方は YouTube のコメント欄でもいいですし、あと Twitter の方も送ってきてくださると直接返信することも可能ですからね。何かある方は送ってきていただけると嬉しいです。グググググバイマターボ。